続いては直撃マイスターです。今朝はこちら、スマップの香取慎吾さん、来月開幕の舞台で共演し、小学生の時から仲がいいという水木ありささんとの息の合ったトーク、必見です。世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。スマップとしての活動はもちろん、バラエティやドラマ、司会などソロでも活躍している香取慎吾さん。そんな香取さんが今回挑戦しているのは、香取さんにとって4年ぶりとなるミュージカル。その作品とは、It's never been done before, so I need planning and a large crew. Come on, come on. ブラッド・ピットやジュリア・ロバーツら大物ハリウッドスターが出演したジョージ・クルーニー主演の映画オーシャンズ・イレブンのミュージカル。香取さんはジョージ・クルーニーが演じた主人公ダニー・オーシャンを演じ、水木ありささん、山本浩二さんらが脇を固めます。稽古場を訪ねたこの日は、香取さんと水木さんの共演シーンの稽古中。あまりに熱のこもった稽古に、ミュージカルってこうできてるって私初めて知って、エイエンワンエンみたいな、ミュージカルって曲に合わせて始め、初めから曲で入ると思ってたんですね。歌詞で結構覚えたりしてることが多いよね。そうだね、僕はでもカウントもあるけどね。本当？本当？わかるの？こう例えば歌っててダンスになった時に、アリサよりはスマップ踊ってきた。とても仲のいい香取さんと水木さんは同じ年齢の37歳。実は小学6年生、11歳でドラマ共演してからの友人なんだそうです。そして共演者山本浩二さんも同じ年齢で、香取さんとは10年来の親友なんだとか。今回この3人が揃ったのにはあるわけが。彼が僕のこと好きで、多分すごいなんかもう山本さんじゃなきゃ嫌だぐらい言ったんだろうなと思って。僕が、お前だろ。初めての共演の人とかだったらこの格好ないですね、もう今。きっと今ずっとちゃんとこうしてますね。ミュージカルへの出演は2度目となる香取さん、こんな本音も。振り付けの先生がここでこう見てくださいって、で次でこっちを指さしてって言ったのがもう分かんないんですよ、なんか。最近思ったのは、もう振り付けの先生に言われてなくても5万人の前でこうやってやってるんですよ、こうやって。お芝居とかもうどうやっていいのか分からないんだよね。やってきたよね。やってきたのにね。さらに水木さんは稽古場の香取さんについて、一緒になんかこう舞台とかに立ってても隣にこういてパッて見た時に全然緊張してる感じみたいなのがないんですよね。全力なんですよね、常に。今の全力だから、緊張とかじゃなく、これうまくいかなくても、うまくいかなかったら俺もこれ以上ないですみたいな。でも稽古は全然全力じゃないじゃん。稽古っていつから本気出せばいいんだと。いつも自然体の香取さんには、来月舞台の他にも絶対に負けられない戦いが待っているんです。それはミュージカルオーシャンズイレブンの本番を控えた香取慎吾さんが舞台と同じくらい気になっていること。それは、香取団長、サッカーもありまして、そう、香取さんといえばテレビ朝日のサッカー日本代表応援団長。いよいよ FIFA ワールドカップの開幕が15日後に迫ってきていますが、舞台とサッカー、ズバリどっちが大事ですか？サッカー。変な話。両方ともね。
ごめんなさい、無茶なふりをしてしまいまして、で3人にお話を伺ったんですけれども、本当に幼なじみということもあってですね、このお二人に関してはアイコンタクトでもう伝えたいことが全部伝わるというふうにお話しされてましたよ。香取慎吾さん主演のミュージカルオーシャンズイレブンは来月9日開幕です。